チューダーローズ、チューダーローズは、イングランドの伝統的な花の門で、その名称の由来及びその起源は、チューダー町にある。ユニオンローズと呼ばれることもある。ヨーク家の白バラ、ランカスター家の赤バラヘンリー七世が、リチャード三世を破り、イングランド王位を勝ち取ったとき、ランカスター家とヨーク家の間のバラ戦争は終わりを迎えた。ヘンリー七世は、 イニシエのウェールズの君主の血を引くエドマンド・チューダーを父とし、ランカスター家の血を引くマーガレット・ボーホーと母とするが、さらにヨーク家のエリザベスと結婚することで、すべての勢力をまとめ上げた。実際には、リチャード3世は白いイノシシの旗の下で、ヘンリー7世は、チューダー家の発祥地ウェールズを象徴する赤い竜の旗の下で、それぞれ戦っていた。白バラと赤バラという発想は、 チューダー朝時代の考案である。歴史家、トーマス・ペンは次のように記している。ランカスターの赤バラは、ヘンリー7世より前にはほとんど用いられることのない、門であった。ランカスターの章は、バラの門を稀に用いることはあったが、その場合もしばしば赤色ではなく、金色であった。国を内戦に導いた、超本人である、ヘンリー6世は、アンテロープの門を好んだ。 同時代のものは確実に15世紀のあの衝撃的な内紛をバラ戦争とは呼ばなかった。1461年から1485年の25年間の大部分において王室のバラは一つしかなく、それは白色であった。エドワード4世紀の門である。結婚に伴い、ヘンリー7世はヨーク家の白バラとランカスター家の赤バラを結合したチューダーローズの門を採用した。 チューダーローズは、時として、赤と白に分けて4分割、または縦に2分割にされた。大抵の場合、チューダーローズは二重のバラとして描かれるが、この時白が赤の上に重ねられ、またその色は常に、文章学でいうプロパーで塗られる。ヘンリー・パッセイとキャサリン・オブ・アラゴンの体幹式を描いた16世紀の板め木版が、頭上に掲げられた二人の門は、 チューダーローズとザクロである。ヘンリー・パッセイはその治世中、ウィンチェスター城に持っていた円卓を塗り替えた。この新しい絵柄は中央にチューダーローズを据えるものであった。チューダーローズの門は紋章学でユースリプトクラウンドにされることがある。この門はニコラス・ヒリアードによるエリザベス一世のペリカン肖像に見られるが、これが今日ではイングランドでの王室の門となっている。 チューダーローズはまた、リミディエーションによって複合された門となることもある。ウェストミンスタートーナメントロールでは、ヘンリー・パッセイと、その最初の妻キャサリン・オブ・アラゴンと共に、くきつきのチューダーローズを、キャサリンの個人門であるザクロと結合させたものを描いており、この夫婦の娘メアリー一世も、同じ門を帯びている。イングランド王ジェームズ一世は、チューダーローズとアザミをリミディエーションし冠りつきとした。 形の門を使用していた。冠付きかつ茎付きのチューダーローズは、スコットランドのアザミ、アイルランドのシャムロック、ウェールズの臨機同様、イングランドの植物門として用いられている。これは、例えばヨーマン・ウォーダーズやヨーマン・オブ・ザ・ガードの霊装に見ることができる。また、1982年から2008年に、鋳造されたイギリスの20ペンスカのデザインや、 イギリス国王の紋章にも用いられている。カナダの国章も同様である。チューダーローズは、イギリス陸軍情報軍団の傍章の一部でもある。また、イングランド観光委員会の象徴としても、また、イギリス最高裁判所の門の一部としても著名である。チューダーローズは、ノーティカルトレーニングコアの門としても用いられる。この大将は、チューダーローズを碇強に描き、ほほット クイーンカントリーのモットーを付している。また、タイの帽子の一部にも使用されている。その他サッカーイングランド代表のエンブレムは、イングランドの国章のスリーライオンの紋章20のチューダーローズあしらったものを使用されている。チューダーローズは、ポルトガル陸軍のいくつかの部隊でも、部隊装として用いられている。これは、シャウムブルクリッペ・博ビルヘルムにちなむもので、具体的には、 リスボン分類選抜センター及び陸軍要塞保留位である。ありがとうございます。